腹減った頼もう食べたっていうのを14ぐらいで今タコライス食べてます。某アプリですぐ来るんですよ。はい、ありがとうございます。はい、主人公響の声をやらせていただきましたシソンジュンです。今日はMX4D 体験イベントということで皆さんと楽しんでいけたらなと思います。よろしくお願いいたします。シソンさんありがとうございます。没入していること、なんだろうな、たまにハマったりはするんですよ。それこそ去年はゴルフにすごいハマってたり、でもやっぱ忙しくなるとやっぱ離れていっちゃうっていう意味で考えると食で週4ぐらいで今タコライス食べてます。タコライスハマるきっかけあったんですか？某アプリですぐ来るんですよ。で僕あんま食事好きなんですけど、それよりももう腹減った頼もう食べたっていうのが結構重要で、すぐ来るし野菜も取れるし美味しいしっていうので、もうタコライスばっか食べてます。作ることもされるんですか？いえ、しません。もう頼んだら来てくれる、はい、便利な世の中ですね。はい、本当そうです。タコライスにハマってらっしゃる。すいません、なんかこんな変な答えで。いいんですよ、大事ですよね。でも体も使うお仕事ですしね。そうですね。はい、